はい、皆さんこんにちは、石野花穂です。今回は縦線がうまく描けない人の特徴ということでお話をしていきたいと思います。よくですね、私の周りでは縦線を引くときだけ線が震えてしまうですとか、ちょっと長めの縦線になるといつも曲がってしまうんですよねみたいな声がちらほらあるんですよね。他の線が上手に引ける方でも縦線だけが苦手とかっていう声もよく聞きます。ですので今回は縦線が苦手な方のために、その克服方法ということで2つ練習方法をお伝えしたいなというふうに思います。まず1つ目が腕をしっかり動かしましょうという準備運動の仕方ですね。そして2つ目が筆先のバネをしっかり維持して最後まで引きましょう。この2つを解説していきたいと思います。はい、それでは実際に縦線が上手に引けるようになるための準備運動を紹介していきたいと思います。縦線が苦手な方のほとんどが手首だけで縦線を引いてしまっていることが多かったりですとか、しっかり腕全体で描いてはいるんですけれども、こうなんか体全体が動いてたりとか、逆にしっかりアームが動いてるように見えて肩全然動いてなかったりとかっていうことで、そもそもここがうまく使えてないことが原因で縦線が曲がってしまったり震えてしまうっていう方をよく見かけます。ですのでそういった方に具体的なアドバイスができればなと思いますので、今から紹介する準備運動、ぜひ縦線を練習する前にでも取り入れてみてください。まずですね、姿勢を正します。皆さんもご存知のようにテーブルとお腹、こちらの間、拳1個分開けて姿勢を正して、なるべくまっすぐ背筋伸ばしてスタートしたいと思います。この時にですね、肩にクッと力が入ってしまう方も多いですので、なるべく肩甲骨からこうストンと落とす感じで肩をリラックスさせていただいて、肘にも手首にも指先にも力が入らないようにふわっとこのように構えてください。手首はちょっと起きてるような感じがありそうですね。この時に手首がこういう風に幽霊みたいにこうやって下がってたりとかすると、逆に指先に力が入ってしまってよろしくありませんので、手首は必ずこうふわっとこう上がってるような状態にするか、まあ、またはこの程度でもいいですけれども、必ずこう下がることだけは避けてください。この手首の角度が下に下がっていては良くないですね。こういう風に構えていただくようにしてください。横から見た時の縦線の引っ張り方ってこういう運動なんですよね。わかりますか？縦線を例えばこの起筆から収筆までこうやって引いた時に、肘の位置どうです？体よりも下がりますね。これがめちゃくちゃ大事なんです。縦線が途中から曲がってしまう、後半フルフルってなってしまう方のほとんどって、肘ここで終わるんですよね。肘ここで終わって、あとこうやって引いちゃうんですよね。そうすると収筆まで終わりまで力の保ったまっすぐのピシッとした線っていうのが引きづらくなりますので、まずポイントとしてお伝えしたいのは、この可動域を広げる、肘の位置見てください。体より前にいるところからスタートして体より後ろにいる、この可動域を意識して準備運動していきたいと思います。はい、それではいきます。正しく構えて、左手は紙にそっと添えてください。そして線の書き出し位置、右腕から自然と伸びてくるこの辺りから書き出しましょう。あまりこう左側から書き始めると体曲がった状態からスタートすることになりますので、自然とまっすぐ腕が伸びるところから線の練習をスタートしてみてください。で、紙は縦に置いて、紙いっぱいに縦線の練習をまずしていきましょう。これは可動域を広げるための練習ですので、このようにひたすら上下に動かすということをやってみてください。この時に皆さんに見ていただきたいのは私のフォームです。どこから腕が動いているかっていうのを見ていただきたいんですよね。肩からしっかり腕が動いてる、分かります？こっから先だけ、手首だけとかではなく、ここからしっかり腕が動いてるんで、ちょっと注目して見てみてください。こういう感じです。分かりますかね？この可動域の広さというのがものすごく大事で、可動域が広いとどうなるかっていうと、肘が伸びたり曲がったり伸びたり曲がったり、この関節の動きをスムーズに使いこなすっていうことにつながります。これがものすごく大事な練習方法ですね。このスムーズな肘の関節の動きができるようになることによって、縦線がまっすぐ引ける、または起筆から収筆まで線が飛ぶことなく、震えることなく、スムーズに引けることにつながります。
で、これをもうひたすら紙が真っ黒になるまで続けてください。墨が枯れてきたらまた墨足して、はい、続きまして準備運動がしっかりできた後はですね、2つ目、テクニックをしっかりと入れて縦線を引く練習をしていきましょう。縦線を安定して引くために、震えずに引くために大切なこと、それは起筆、線のスタートですね。線のスタートで着地した時に同時に筆先にしっかりこのような弾力を生むこと、これめちゃくちゃ大事なことなんですよね。弾力って何のこと言ってるかっていうと、筆って動物の毛でできています。なのでこの腰だとか穂先の弾力、別の言い方するとバネですね。こういう風にピョン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 ってこう、筆には必ず弾力性があったり、筆のもともとある腰のおかげでこのようにして毛先が S 字になり、反発、こういう風に下からグッと押し返されるような、まるで下敷きがこうグッて反対側から押してくるような、そんな感覚が起筆で感じられれば大成功なんですね。もう起筆でその線の質が決まると言っても過言ではないぐらい、この起筆でいかにバネをうまく使えるかっていうところが、縦線うまく引ける引けないに大きく関わってきます。ですのでまず筆を入筆するときにこのようにして紙の下からクッと押し返しが来るように、筆の先端、毛先ですね、毛先に分かりやすく言うと、まあ、S 字なんですけれども、このようにバネが効くように意識してみてください。そしてしっかりとこの毛先の弾力とか反発とかを感じ取ったら、ようやく下に進めます。で、この起筆のバネっていうのが全く使ってない状態で線を引くとどうなるかっていうと、ただ紙の上を滑らせてるだけののっぺりした線になってしまうんですね。なんとも平面的な、こう奥行き感のない線というのになってきますので、なるべくそういう線は避けたいですよね。ペラペラの薄っぺらな線よりかは、奥行きのある厚みのある線の方がやっぱ重厚感とか迫力なんかも出てきますので、いい線が引けるようにまず反発を利用する、そしてこのせっかくできたバネを活かすような形で線を生み出す。この時にですね、大切なのは一回ついた腹、筆の腹を紙面からこのように浮かせてしまってはコブがゴロッと出てしまってかっこ悪くなってしまいますので、一度ついた腹は絶対紙面から浮かせないこと、紙面から腹を離すことなくこのままの力で下に下げてみてください。そうすると見事に張りのある線というのが実現します。良くないのはバネを効かせようとするあまり腹浮いちゃったってやつですね。こうすると釘のようなかっちりとした線になってしまう、硬い印象を与えますね。なるべく起筆のコブが出ないように腹を離さずに下にそのまま下げる、力を保ちながら進めるって意外と勇気のいることだと思うんですよ。かなり抵抗感がある状態で下に引っ張ることになりますので、でこのまま進んでいいのっていうような、きっとこのかかりっていうか抵抗感みたいなのを感じるはずです。でもそれでも怖がらず力を抜かずに進んでほしいんです。よくここでですね、せっかくバネ効いたのはいいけど力抜いて進めちゃう方が多いんですね。それはスムーズに腕を動かせることにはつながるかもしれないんですけれども、線の強さっていうのは保てなくなってしまう。そのためにブレてしまったり曲がってしまったりっていうことが起きてくるんですよね。このようにして起筆から収筆まで安定した筆圧でいくことが大切になります。ここまで大丈夫でしょうか。結構深い話してると思うんで、何度も何度も繰り返し再生して学んでみてください。それからですね、もう一つ大切なことがあります。それは収筆の処理の方法ですね。ここまでは皆さん上手にできるんですよね。ここからです。どうもコブがゴロッとこういう風に出てしまったり、丸い収筆になってしまったり、または、よく見受けられるのが、筆管を
奥に倒して強い縦線を引こうとするあまり、収筆がおきれとんぼのように四角く出てしまう。こういう縦線の処理の仕方をよく見かけます。こうするとですね、線質が硬く見えたりですとか、なんていうかこう技術的にも幼く見えてしまいますよね。なのでかっこよくすっきりとした線にしていくためには、やっぱり収筆の処理の仕方が線の印象を決めます。このようにして穂先で留めてあげるっていうことが大事なんですね。穂先で留めると収筆がこのように斜めに綺麗に留まってくれることにつながりますので、なんか三角形みたいな感じシャープに出てくれます。そうすると文字の印象自体がすっきりと明るく見えてきたりですとか、いい効果をもたらしてくれることが多いです。まあもちろん素朴な感じの書風で書きたいなとかっていう時は別ですけれども、ちょっと洗練された書風で楷書体を書きたいっていう時なんかには収筆抑えすぎないっていうことがものすごく大事になります。かなり穂先で処理してるの分かりますか？本当に先端しか使ってないんですよね。今ちなみにこれ下垂という羊毛筆で書いてるんですけれども、羊毛でもこのぐらいの強い線が出せるようになってきたら一人前だと思います。剣毛筆だともともと初心者でも書きやすいように硬い毛と柔らかい毛がミックスされているので割と引きやすいかなと思うんですけど、上級者になればなるほどこのような羊毛 100% の柔らかい筆を使ってでもこれぐらいしっかりとした線が引けるようになったらもう本当の一人前だと思います。より早く素早く上達したいという方は羊毛筆で練習するのも一つの手だなというふうに思いますので、ぜひですね実践してみてください。はい、ということで今回の縦線がうまく引けるようになるコツ2つは以上になります。肩からしっかり動かす準備運動に加えて肘の関節がうまく使えるようになった上で、このようなテクニックをしっかり入れていってあげるということを2つ同時にやることでまっすぐ弾ける、震えずにブレずに弾けるということにつながってきますので、ぜひですね皆さんもやってみてください。はい、この動画をご覧になられてうまくいきましたとか、なかなかそれでもうまくいかなかったですなどの感想もぜひですねコメント欄に書いていただけるとすごく嬉しいです。またですねこういった皆さんのお悩みに答えていく動画なんかも増やしていきたいと思っておりますので、リクエストなどもございましたらコメント欄に書いていただけると、参考にさせていただきたいなというふうに思います。今回の動画役に立ったなと思っていただけた方はぜひいいねボタンよろしくお願いいたします。それからチャンネル登録もまだの方いらっしゃいましたら、下の赤いチャンネル登録ボタンからご登録をよろしくお願いいたします。それでは今年も配信頑張っていきますので、皆さん今年もどうぞよろしくお願いいたします。それではまた、バイバーイ。